はい、こんにちは、116インズです。先週開幕が正式に延期となった MLB、 3ヶ月以上続いているこのロックアウトもついに公式戦が中止となる事態にまで発展してしまいましたが、ただそれでも MLB と選手会両者の溝は依然深く、新しい労使協定合意には未だ至っていません。合意までにまだまだ時間がかかるようであれば、さらに多くの試合が中止となり得る状況にあり、来月果たして MLB の試合を見ることができるのか、それすらもわからない感じになってきてしまいましたよね。一刻も早く両者がある程度納得できる結論を探し出せればいいんですが、3ヶ月経ってもそれができていないことからもそう簡単にはいかないんでしょう。ただ労使協定関連でちょっと気になる話も出てきまして、選手会が MLB 側に一部のルール変更を可能とする案を提示したと先日報道されていました。MLB というかマンフレッドコミッショナーは、かねてより試合のスピードアップを目的に様々なルール変更に意欲的とされていますが、今回の労使協定での各種ルール変更の導入は考えていないという報道も以前は出ていました。ところが先週くらいからその話が復活し、そして選手会側も一部ルール変更については OK を出す準備はあるという、なかなかの急展開となってきています。もしかしたらルール変更の許可を交渉材料に使いたいという思惑が選手会側にあるのかもしれませんね。今回選手会が変更を認めるとしたルールは以下の通りです。これまでルール変更には適用の1年前に通達が必要だったところ、これらのルールに関しては45日前の通達で変更可能としているため、もし労使協定が合意となれば来期から導入と考えてもいいでしょう。まずかねてより議論のあった守備シフトの規制、具体的にどうやるかは不明ですが、マイナーでは内野手の守備位置を内野の土の部分からすることや、二塁ベースを挟んで内野手は2人ずつまでのルールが試験的に適用されていましたので、 MLB でも似たようなものになると予想されています。1、2塁間に内野手を3人配置するような極端な守備シフトはおそらくできなくなりますね。それから2つ目、ピッチクロックの導入。指定の秒数以内にピッチャーは次の投球を始めなければならないというルールで、 ESPN の記事によればランナーなしで14秒、ランナーありで19秒と報道されています。すでに導入されているローAでは平均の試合時間が20分も短縮されたようなので、試合のスピードアップにつながることでしょう。そして最後がベースの大型化。一塁でありがちですが、守備側と打者走者が交錯して怪我するケースを予防する意図でしたり、また塁間の距離がわずかに縮まりますので、これまでよりもスピードの価値が高まる効果も期待できそうです。いずれの変更も MLB が意欲を示してきたもので、早期に導入できるとなれば MLB にとっても悪い話ではないでしょう。ただストライクボールの自動判定、いわゆるロボット審判には選手会は依然反対の姿勢をとっていますので、ルール変更に関して完全に MLB 側に譲歩したというほどでもありません。しかしこれからの野球に大きな影響をもたらしそうなシフト規制があっさり導入されそうなのは驚きました。今や MLB の試合見ていれば1試合のどこかしらで守備シフトを目にする機会あると思いますし、ベースボールサバントのデータによれば昨年全投球の 39.1% で何らかのシフトが適用されていたとのこと。各球団相手バッターの打球傾向を分析して、一つでも多くのアウトをシフトによって稼ぐため努力をしてきたわけですが、とうとうそれも規制対象となってしまいました。確かに一部かなり極端なシフトもあって、サードが 1,2 塁間とライトの中間に立ってライト方向のサードフライみたいな意味不明な記録が誕生することも珍しくないですし、中継見ていてよしヒットと思ったら普通に野手が立っているなんてこともまあ日常の光景。もはやピッチャーとキャッチャー以外にポジションという概念が存在するのかも怪しかったので、極端なものを排除するのは自然な流れだったのかもしれません。実際守備シフトはアウトを稼ぐ、裏を返せばヒットを奪う点においては近年効果を発揮しています。こちらは2015年以降のシフトの有無別のデータとなりますが、昨年シフトが全くなかったケースでは MLB 全体で打率2割4分7厘に対し、シフトを何らか敷いたケースでは打率2割3分台後半、打率が一部低下していますし、またホームランを除いたインプレー時の打率である BABIP もシフトがないケースでは3割のところ、シフトありでは2割8分1厘まで低下。インプレーの打球をよりアウトにする上でシフトは一定の効果を示しているとは言えるかと思います。ただでさえ様々な分析ツールの発展でバッター以上の速さでピッチャーが進化している現代で、さらに守備シフトもあるとなれば、今の MLB でヒットを打つというのは本当に至難の業です。そういった背景もあってか、近年はフライボールレボリューションに代表されるように質のいいフライを上げて長打を稼ぐのが主流となっているのは皆さんもご存知かと思います。長打ならシフトはあまり関係ないですし、いいピッチャー相手であっても連打なしで1点以上取れるかもしれない。長打を打つために多少コンタクト能力が犠牲となりますが、それは長打を打つためのコスト、三振が増えても OK。 この考えが浸透した結果か、近年の MLB 非常にホームランか三振かが多くなってしまい、2012年は全打席に占めるホームランと三振の割合が 22.5% だったところ、昨年は 26.5%、 10年経たずに 4% も増えてしまいました。
これを多いと見るか少ないと見るか人によって分かれるでしょう。ただホームランと三振の増加はすなわちインプレーではないプレーの増加を意味し、フィールド内の動きを減少させ、見方によっては退屈に移るため、MLB 側は少なくともこれはあまり好ましい状況とは思っていないようです。シフト規制はそのテコ入れ、インプレーを増やしエキサイティングな野球を取り戻す側面もあるでしょう。今までよりはインプレーでヒットを稼ぐ余地が生まれますので、チーム側にインプレーを増やす動機づけを与えることになるのかなと。またプルヒッターなど打球傾向がはっきりしている一部の選手は打率の向上も期待できそうです。大谷選手、フリーマン、シュワーバーなどはシフトされた時の方が昨年成績が悪かったので、彼らにとっては追い風となるでしょう。またインプレーでヒットになりやすいとなれば、相対的に長打のコストが少し重くなりますので、インプレーを増やす方向にスタンスが変わることもないとは言えないんじゃないのかなと。シフト規制によって多少インプレーが増える効果は期待できそうです。ただ劇的な効果があるかは不明です。シフト規制によって内野を破るヒットが増えても大体はシングルヒットでしょうし、であればこれまでと変わらず長打を狙った方がいいと考えるチームもいるでしょう。シフト規制のように戦術の工夫を狭める形でのルール変更は個人的にはあまり好ましくないと思っていますが、シフト規制を取り入れたところで今までとあまり変わらない未来は待っているのかもしれません。このあたりは導入されてみないとわからない部分も多く、これからが気になりますね。またもう一つのルール変更、ピッチクロックの導入も結構好みが分かれそうだなと思ったりもしました。ピッチャーとバッターによる投球間の間の駆け引きも楽しみ方の一つだと思いますが、ピッチクロックによってせかせかした感じにはなってしまうかもしれません。試合時間が長い点がエンタメの観点からしばしば問題となる野球ですが、本来は時間に縛られないことこそが野球というスポーツの魅力でもあると思うので、そういった要素が少しずつ失われてしまうのは残念に感じる部分もあります。ただ一方で娯楽が多様化している今、忙しすぎる現代人は時間を取られる趣味を敬遠する傾向にありますし、そんな現代で興行として生き残るためにはピッチクロックなどの時短策は必要な進化の過程なのかもしれないのかなと思ったりするところもあります。現代人の生き方を良しとするかはまた別の議論だと思いますが、スポーツも世界の流れに合わせて変わらずにはいられないのでしょう。これらルール変更は野球をエキサイティングかつ今までより時間のかからないスポーツとすることで、新規ファンの獲得およびファン離れの食い止めを目論んでいるものと思われます。若年層へのアピールにつながれば球界の未来も明るいのですが、こればかりはやってみないことには分かりません。ルール変更に関して個人的に全て腹に落ちたわけでもないですが、こういった策を継続的にすることで野球人気がちゃんと戻るなら文句はありません。やりたかったことの実現が近づき、これからコミッショナーの手腕が試されることになるでしょう。まあ野球人気云々以前に、今の労使紛争を何とかしろよと言われたらそれまでなんですけど。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。